おはようございます。炎蔵です。12月7日、朝会、よろしくお願いします。まずは自己紹介させてください。私、炎蔵と申します。25年ぐらい、えー、外資系銀行で、カオスディーラーやってました。まあ、その後、銀行辞めて、皆様と同じように個人投資家やってます。で、まあ、FX を中心に、日米個別株、日経平均先物オプション、まあ、ここら辺が、主戦場という感じですね。で、えー まあその合間にこんな感じで情報を配信していますので、今後ともよろしくお願いします。さて、昨日のーマーケットなんですが、アメリカの長期金利10年債利回りがこうやって落ち,落ちたんですね。あのー、結構ニューヨークに入って急速にまた4.2%から4.11%まで、でこのステージの一番あの低いところまでアメリカの10年債金利落ちています。でもドルはななんとなく、 あの上昇してる、まあ、理由としては、これ、ロウソク足がドイツの10年債利回りなんですが、ドイツの金利も低下してるというところで、まあ、ここまではアメリカの金利の低下が目立ってたんですが、ここにきて、欧州の金利も割とこと低下が鮮明になってきた、でなぜならば、ECB の利下げ見通しが、ね、拡大したというところですよね。 えー、ECB の利下げ見通し24年は1.5%下げるんじゃないかとで、えー、3月利下げ確率が85%ぐらいまで高まってるということで来年アメリカってあのフェドブッチなんかによると1.25%引き下げるみたいな予想で、まあえー、と今月の FMC でドットチャートが出てみないと分かんないんですがこれまでのドットチャートだと来年あっても2回ぐらいの利下げと。 いう感じでしたよねこれ、あのー、2回から増える可能性はあるんですけどさすがに、あのー、1.25とかっていうのは行き過ぎじゃないのみたいなところもあるんでそうすると ECB が1.5下げるとユーロの方が下がるじゃんということになってどちらも利下げするんだけどユーロの方がより下がるねという見通しがここに来て出てきたという感じですね。 利下げをするんじゃないかという見通しも出てきてるんで、まあ、そこら辺が最近のユーロの下落を促して結局ユーロ下落するとドルインデックスのウェイトの50%はユーロドルなんでえ、まあ、そっちに引きずられてドルが上昇するという形にアメリカの長期金利低下視点のにドルが上昇するという形になっていますよね。で、まあ、そういう意味では今週のアメリカの雇用統計なんかは米国のお景況感を知る上で重要なわけなんですが。 昨日発表された ADP 民間雇用者数は10.6万人から10.3万人ということであまり変わらなかったんですが予想が13万人だったんでそういう意味では若干、あのー、雇用弱いなというようなイメージをー受けたマーケット受けたかもしれないんですけど、まあ、これ当たんないんでね今まで散々ちょっと違う方向行ってるんで、まあ、あんまりどうかなっていうこれにベットするのもどうかなという。 ところですですあと10月のアメリカの貿易収支なんですが、まあ、こちらは612億ドルから643億ドルの赤字に拡大予想は642億ドルということであまり変わらずですよね、まあ、アメリカの貿易赤字、まあ、アメリカってもうずっとここ何十年も赤字が続いてるわけなんですが、まあ、こんな感じになってじゃ若干最近こう低下してきてるんですよねあのなんていうのかな えとあの赤字額が低下傾向にあるのはこれもしかしたらドル高の影響があって輸入物価がだいぶ下がってるっていう、まあ、インフレなんだけど輸入物価が下がってるところになのかなっていう気もするんですけど、まあ、景気いいですからねうんというところでございます。昔はここののの貿貿易易収収支支ががが増えるるととドドルル安減高みたいな感じでこれが一番の注目の あのー、指標だったんですが今はもう誰も見てないっていう感じですよねあとはアメリカの第3四半期の労働生産性が4.7から5.2に上昇予想4.9%単位労働コストは2.2から1.2%にマイナス1.2に、ま、低下した。 予想マイナス0.9だったんで、まあ、その数字って、えー、とこれここら辺にこうなるんですけど5.2とかマイナス1.2とかになるわけなんですがこれもねちょっと前までは誰も見てなかったんですけどインフレが加速するようになってこの単位労働コストとか労働生産性って重要ですよねアメリカは、まあ、特にサービス業のウェイトがでかいんで世界的にサービス業ってあの賃金のウェイトがでかいんで まあそういう意味ではここの労働生産性の上昇とか単位労働コストの低下っていうのはインフレを抑えるために非常に重要な指標なんでこれはあの労働生産性が上がって単位労働コストが下がったっていうことはインフレを抑えるという意味ではアメリカにとってはこれいいあの材料になりました。 あとカナダ中銀は昨日あの、政策金利発表で5%に据え置きということで、景気が減速して全般的に物価圧力が緩和していると指摘、同時にインフレ懸念を踏まえ、追加利上げの可能性に含みを残したというところでしたね。で、えー、ドルカナダの動きなんですが、うーんこんな感じになってて、まあ、指標発表の時でちょっと動きが 出たんですけど昨日、そうですね、えーと、0時ですよね。0時にここら、ここら辺ですかね。ちょっとこう、乱高下っていうわけじゃないんですけど、まあ、それまで落ちてたのが、その後ドル高に行ったということで、うん、あまり大きな動きでもなかったかな。ここも面白いですよね。アメリカの長期金利、こう、低下してるのに、ドル高に行った。まあ、うん、カナダ安というか、カナダ円も、 下落してますカナダ円、ここのところどうですかね、全般的にやっぱり、あのー、円高の傾向出る中で、カナダ円も111円というところでダブルトップをつけて、まあ、その後、一旦、えー、107円台前半まで落ちて108円ぐらいということで、まあ、比較的ここら辺がネックラインですかね、この107円台が、まあ、107円から110円の間で推移しているのかなという感じですね。 はい、えー、そんな感じでございます。あとはアメリカの2年債利回り4.577から4.59、10年債は4.171から4.113ということで、まああのー、短いところは若干上がって、長いところは比較的低下して、まあ、ショートカバーがまだ続いてるんですかね。うんあと、ガソリンの在庫が540万バレル増加ということで、これ予想の100万バレルを上回っている。 増加なんで、まあ、これに関しては、あのーまあ、原油の下落材料になったということで、WTI73.32 ドルから69.38、ゴールドも2063.3から2047.9ということで、まあ、原油価格、こ,このとこ非常に低下してますよね、昨日もも72ドル台から一気に70ドル割れということで、これ、久々の 久々ですよねこの70割れっていうのは、まあ、前回ね72ドルあたりで止まったわけなんですが OPEC、えー、がちょっと不協和音ということでアフリカなんかは減、あのー、産嫌だみたいな、まあ、そこら辺が、あのー、結構原油の上値を抑えてたわけなんですが、まあ、需要減あるいは昨日はガソリン在庫増加みたいなこともあってやっぱり60ドル台になると アメリカもそうなんでしょうけど日本も嬉しいという感じでこれで、まあ、最近若干円高気味でもありますよねそんな中で原油価格が60ドル台に推移してくれると、まあ、非常に物価を抑えるっていう意味では、まあ、いい傾向なのかなっていう感じですよねはい、えー、とそんな感じの中で昨日のアメリカ株は、えー、下落しましたということで、まあ、前半 あの高くスタートしたんですけどね、前日終値より、ただダウは70ドル安、ナスダックも0.58%、SP500 も0.39%、ラッセル2000も下落ということで、テック系の大型株が結構売られてますよね、有名どころが、まあ、こんな感じでのきな、軒並み下落してるという感じで、まあ、銀行株も下落で、まあ 金利下がってますからねあと原油価格下がってるんでやっぱりエネルギー関連は大きく落ちてるんでまあちょっと株が落ちてるこれ、まあ、株のが落ちてる原因という感じじゃないんですけどうんとアメリカの短期金融市場で金利がちょっと跳ね上がってる部分もあるんですよねそのまあ債利回りではなくて、えー、短期の、あのーまああのー、金融市場銀,銀行間の金融、あのー、貸し借りの まあ金利なんですが、それがちょっと上がってるところがあって、まあ、そこらへんがなんか年末の資金需要なのか、はたまたまたちょっと違うリスクを感じ取ってなのかわかんないんで、ちょっと最近はその短期金利の上昇っていうのが、うん少しなんか嫌だよねって言ってる人たちもいますよね。はい で、えー、昨日のあのー、株価のでいうと、ソックス指数はえが、ー、ソックスはどこかな、うんとお、まあソックス指数、あれ、れ、えー、そうですね、零点七二パーセントぐらい下落、ビックス数は十二点九七パーセントということで、若干上昇したんですけど、まあそれにしても十二パーセントのビックス数は非常に低い、まだ一だっていう。 株式楽観的になってますよねで昨日の日経新聞なんあ今日の日経新聞なんですがここら辺関係するのかもしれないですよね昨日アメリカで公聴会銀行委員会でこのの木、ね、の木並みあの大手金融機関の CEO が呼び出されてまた、えー、議員さんたちにゴリゴリやられてたんですけど えと米経済の血量となる銀行融資が急減速しているなんか融資が減ってるみたいなんですよねで高金利で家計や企業の借り入れ需要がこれは減少しているせいだということとあとはあの追加の資本規制っていうのがこう出てるみたいなんですけど、まあ、こちらに関しては、えー、と銀行業にとってはマイナス材料になるし預金者とか経済にとってもよくないっていうような、まあ、そういう主張をしていましたあともう一つ気になったニュースなんですが こちらですよね、氷見野さん、昨日えっ、ー、と会見しまして、えー、出口を適切に判断ということで割とあと、のー、来年状況を見極めて出口のタイミングの進め方を適切に判断するということで来年の割とその,なんていうのかと出口に向かう方向性を一応確認した、まあ、これ初めてなんじゃないですかね首脳がこういう。 まあそこら辺でやっぱり来年日銀も方向あの出口に向かうんだなっていうのが、まあ、あんまり反応しなかったですけどねあのちょっとここのニュースは気になるところではあります。でブルームバーグ今朝の5本なんですが、まあ、最近ラスベガスってなんかあのギャンブルの街からスポーツと文化の街に音楽の街に変わってますよみたいな話とあと ADP の 冷え込みの話ですよね今週あの、ジョルツ、えー、求人数も出ましたんで、求人数も減ってましたよね。まあそこら辺から今週の雇用統計の減少っていうのもあるかもしれません。あと、先ほど話した ECB が1.5%の利下げをやるんではないかという確率が高まっている。シティグループなんか、業績いいみたいですね。 で、えー、共和党議員が2人減る可能性があるというところですよね。あと、ビットコイン、えー、関連の株う、空売りしててやられてるっていうような話になってます。まあ、そんな感じで、ちょっと日経平均先物は、えー前えー、欧州序盤は3万3400円ぐらいだったんですが、えー、引けにかけて、えー、下落しているという感じですね。あとは、あそうですね。 ドルインデックス、まあ、ドルインデックス、上昇してますよね、この動きですよね、アメリカの10年債利回りは低下してるんですけど、ドルインデックスは上昇してる、これ、さっき言ったように、えー、とユーロの下落の方がこうが、結構あの、しっかりこうユーロ下落してるんで、まあ、ユーロの上とかでかいドルインデックスは、結果としては上昇、まあ、ドル円もちょっと高止まりはしてますけどね、147円台前半で高止まりしている。 で、えー、ポンドドル、まあ。ポンドは下落してますよね。ユーロだけですよ。まあユーロも、あのポンドも下落してるんで、まあ、ここら辺がちょっと、えー、ドル高になってるっていうところですよね。豪ドルもお下落、えーと。デイリーピポットのレジスタンスがレジスタンスなり、ニュージーランドも下落しましたということで、まあ、クロス円も下落しましたよね。ドル円が、まあ、高止まりはしましたけど、あんまり。 の上昇してないんでクロス円、えー、ユーロ円も158円台中盤にポンド円も、うん、185円割れですよねとこまで、まあ、昨日とかはちょっと、あのー、サポートは止まりましたが5ドル円も下落ージ児円も下落ということで。 うーんまあ、ドル高円高の流れなんでドル円がどうもこの147円の5060が重いですよねですからドル高なんですけどドル円は重いむしろ円高傾向ということで今日のデイリーピポット147円の2025一応ここサポートされてますよねでもう一度上この中盤をトライするのかあるいは7円割れになってしまうのかどうかとあとユーロドルなんですがこのレベル一旦 いいところなのかどうか、ど、ま、う、あ、直近この11月14日にドンと、えー、ドル売りになるところのまでのこのレジスタンスレベルネックラインが1.07の4050だったんですよねで今ちょうどそこまで落ちてきてますのでこのレベルが維持できるのかどうか、まあ、重要ですよねここ維持できないともう一段、 の中盤ぐらいまで落ちる可能性があるんで、このユーロドル、今日このレベル維持できるかどうか注目したいかと思います。はい、えー、ということで、えー、こんな感じでやってますが、えーまあ、ちょっと宣伝させてください。いつも宣伝で申し訳ないです。4月ぐらいからサロン始めて、まあ、結構自分で言うのもなんですけど、ちょっとコンテンツは盛りだくさんだと思うんですよね。 でえー、っと今の時期ですと1ヶ月間お試し期間になりますので、えー、もしこう入っていただいてあつまんねえなと思ったら、えー、月末やめていただければただでほぼほぼ1ヶ月内容見れますのでぜひ、えー、ご興味ありましたら概要欄貼ってありますのでよろしくお願いしますということでこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録いただけるとすごく嬉しいですということで今日も頑張りましょう